この言葉なども強いですね。二つの死がお天道さんがあるわけない。一国に二人の王様がいるわけがない。今東洋中に日蓮ただ一人仏である。仏というものは二人一緒の時代に出ないんですから。あっちにも生き如来様だ、こっちに生き神様だ、今みたいにね、仏様が乱造されるなんてことないんです。蘇生乱造の仏様たくさんいますよ、ね、そういうことはない。仏というものは一物に限る。ですから太陽に例え、君主に例えて今説明したんです。まさに知るべし仏の仏商人まりたまわんか。あの第一神を見ても地七種に振動すと言いましてね、地震はそういうことを表すということになってるんですがね、仏教の教文では。ですから仏と同じ方が現れるんだ、自分が仏なんだ、自分が現れたからこういうふうになってきてるんだと、こういうお言葉なんですよ。